ただ榎本には渡りません。ちょっとテンポが上がってきました、両チームのパス回し。さあここは少しトラップミスになったところ、久保田が狙った、決まりました。先制 FC 岐阜、今シーズンから完全移籍の久保田涼、ホーム開幕戦で見事な先制ゴールを決めました。ブレイク候補久保田涼、下川のトラップが少し乱れたところ狙っていました。最後は体をぶつけられながらでもありましたが、ディフェンス、そしてビクトルの裏を取ってゴール右隅へボールを流し込んでいきました。